ゆかちゃんなん。だってゆか0203やもんな。そうやんな、愛ちゃんがゆかちゃんやねんな、やっぱりな、うん、確定やな。うん、オッケーオッケー。え、今何年経ったの愛ちゃんは。ゆかちゃんが愛ちゃんです。おっさんがマリア。この名前にする前はゆうかにゃんって名前で、え、ちょっと待って、俺に課金してたやん。え、ちょっと待ってな、俺にめ結構課金してたやん。してたよな。いや、そんなん知らんやん。今初めて知ったわ。あ、その名前から今のに作り直してんや。ちなみにやけど、今のアカウントでも俺に課金してるくない？ないかな。昔なんだから してもらってます。はい。コロとかカード会社に泣きながら毎日電話毎回してて、はいはいはい。あ、そして、あ、ナオコさんが代わりにやったってんや。あ、うん、せやでせやで、別にせいさん仲いいよ、もう空の人パンを、せやで。課金っていうより今はポイント貯まってるやつでアイテム買ってる。なんでポイント貯まってんの？配信してるってこと？どういうこと？配信してんの？なんでポイントが貯まるの？あ、たまにやってて配信した時にポイント貯まったら、ああそういうことな。え、それはあれなの、元ホストの彼氏しろって言われてるんじゃなくて。パン、え、マリアさんに課金してブロックされた。嘘でしょパン、俺に課金してどんどん。うん、あのケーキとか投げていいよ匿名さん、もうイベント終わったし気にせんとな。うん、もう俺にしとき。変えるわ、変える、アカウントを変えるってこと。クレイマーあんこちゃん、どうぞどうぞ、いいに変えるってこと。え、クレイマーあんこちゃん変えるわってどういうこと。変える、ちょっと待って、俺があれなんか頭回ってないかな。変えるわっていうのはどういうことや。課金の人、山田に変えるってこと？オッケー、そうそう、腹立つか、いいよ、そう、クレーバーあんこちゃん、もう、なんでもいいアイテムちょうだい、なんでも。うん、いいよ、お帰り、クレーバーあんこちゃん。うん。もういいよ、あんこちゃん、もうどんどん課金していいよ、盛り上げていこう。今はないの？わかった。ある時においで、いくらでも。うん。クレーバーいいよ。うん。もういい、なんでもいい。うん、クレーバーあんこちゃん、もう。今はないんか、そうか、うん、今はないんかい、うん、ヨブもやめんの？そう、山田西？もう、クレイマーあんこちゃん、もう、うん、山田西？うん、そうそう、もういいよして、全然いいよ、クレイマーあんこちゃん、うん、じゃんじゃん行こう、うん、じゃんじゃんバリバリ行こう。お、山田西よ、ほんと、うん、行こう行こう行こう、ゴー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 、今はないと言いつつ行っちゃいましょう、大きくハンターテックで、うん、お帰りやで、うん、クレーマーよ、お、わかった、来週、わかった、来週また来て、頼むでクレーマーお子ちゃん、来週また来て、うん、今週はええから、
来週来て待ってるわ。ひよこんさんから山田に乗り換えた。え、嘘。なんでなんで42号ひよこんさんから乗り換えたの。42号さんいいよ、課金して42号さん。うん、誰やろ。ゼロワンしかフォローしてくれへんかったし、あ、そのゼロワンが唯一ふわっち開いて褒めるのが俺。うん、今日褒めてたでゼロワン俺のこと。うん、うん、褒めてたよな今日ちょっと、うん、褒めてなかった。ちなみにあの電話切る時のこの女好きがっつって切ったん聞こえてた。マジでちゃんと言ってんけどな、あれ聞こえてました。この女好きがっつって電話切った。聞こえた。あれガチャ切り来るやろな思ったから、うん、聞こえてなかった。聞きたいねんけどひよこんが悪い。いや別に誰が悪いとかない。いやいや褒めてたよ、褒めてました、褒め言葉いただきました。山田はほんとちゃんと連絡もしてくるしみたいな。ダメだよ。あ、かかってきたゼロワンから。あ、もしもし、お疲れ様です。社長お疲れ様です。あ、配信中です。あ、大丈夫ですよ。はい、ミュートできる。あ、ミュートできますよ。はい、呼び出しや、ほんまに呼び出しや、うん、呼び出しです。あの、ちょっと配信外になるっす。もうゼロワンの家今日、今から、うん、ちょっとあの、降りた話をするあのワンライブの、うん、ちょっと お仕事の話。いやさ、ちょっとわかんな、怒られる、うん、そのあ、家バラすとか無理、絶対無理。あ、住所来たわ、ゼロ。うん、あ、でも終わんの朝なると思うけどな、多分。多分なんとなく分かる人は分かってるけど、あの、まあ俺ワンライブ大阪支部の統括っていうのは別に言ってるだけとかじゃなくて、あ、言ってるだけやろって言った。あ、そう、ちょっとちゃんとした話。いや、急な呼び出しっていうか、もともとこっちおる間一回絶対行かなあかんことになってて、うん、あ、そうで、それで別に俺タイトルこすってたから言うたら、あ、そう、真面目なお話。じゃ、そうじゃないね。ちょっとこれもう完全配信外のお話、まあ、もしかしたらやけど、その次のな、例えば、まあ、例えばの話な、これ絶対あかんねんけど、例えばなんかそのスパークとかあったじゃん。ここまでにしとくわ。怒られるから、例えば例えばな。まだ先やけど、まだ全然先やけど、すごい先やけど、
まあまあまあ、そら、そら、はい、ちょっと、もう急遽行かなあかんくなったんで、はい、朝からもありがとうございます。向かうか、向かいますか。家バレはちょっとあかんので言うたら、まあ、途中まではちょっと進むっすけど、はい、ごめんなさい、ちょっと お仕事の話なんで言うたら、すいません、イベント終わりほんまもうちょっとぶん回しで行きたかったんやけど、しゃあない、社長からの直々のご呼び出しなんで、はい、はい、いや、まだ終わらんで、まだ終わらんで、道中は向かうよ、家まれば絶対あかんからあれやけど、よいしょ、あ、ゼロワンの家、今、配信かかってきてたやん、うん、ゼロワンの家、うん、朝タイトルほんまに行くことになったわ。いやー、ちょっとちゃんとしたお話やから、もうこんな格好で行くもうもしかしたら良くないかもやけどな。あ、場所はちょっともうトップオブシークレットで。すいません、急遽なんで。ああ、通話は価値なんで言うたら、うん、まあ多分ゼロワンの声入ってるから分かるやろ、ミュートしてって言われて、そんなんやったらもうちょっとビシッとしていった方が良かったな。ああ、帽子も脱いでいく。マジか。すいません、ごめんなさい。急遽ゼロワン社長からちょっとお仕事の話で呼び出しあったんで、はい、行くことになりました。はい、ここやな。ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、すいません、ちょっと最優先事項になっちゃったんで、はい、ま、ソルティライチさんメガホンをプレゼントしました。音うるさ。ちょっと待って、いや読み上げうるさすぎるわ。音うるさ。ああ、福島無双笑ったわ。今日一笑ったわ。ソルティライチさんメガホンをプレゼントしました。あ、ありがとうございます。配信できないですね。後ろの方は藤沢奈々さん。あ、違う、うん、そう、わざわざっていうか、なんていうか、そう、ちょっと、お仕事の話です、ね、はい。配信無理やな、無理。すいません、中途半端で。ごめんなさい。はい、またね。はい。あるの。
林の矢歌ゼロ音からかかってきたやん。音も声も乗ったじゃん言うたら、配信中っつってちょっとミュートしてって、ガチトーンのミュートしてやったから。ただゼロワインやってマジで。後で写真だけ、ほんじゃ写真だけツイートするわ。写真だけそれでいい。うん、写真ツイートするわ。いや、だそういうことじゃなくて、そういうことじゃなくて、今東京、あ、東京っていうかまあ神奈川やけど、あ、マジでやった。ちゃうねん、ちょっとゼロワン地いかん、ゼロワン社長の家行かなあかんねん。それ終わったらまたどうぞ放送するから俺は、うん、終わったらな。ええとこ多分3時間ぐらいだと思うねん。また絶対やるから、また絶対やるから。どうせ俺今日このまま寝へんから。いやーすいません、もう こればっかりはちょっと今日があのなんていうか割と重要みたいなんで言ったら。夜ランチで配信できへん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 。次から次から、ごめんなさい、すいません、本当すいません、ごめんなさい。あ、また、はい、あ、朝か、まあ、はい、必ず放送はどっかでつくんで、はい、いや、それは多分まだあかんと思う、まだダメやと方向棒分からんようにせんとあかんな思って、言い張りあかんから、ゼロワン地、すいません、ごめんなさい。 まだ終わり次第放送つけるんで、ごめんなさい、すいません。はい、すいません、お疲れ様です。山田です。はい、家バレ絶対せえへんせえへん、もう完全ラジオにしてるから。ほんまにやったわ、うん、おる間に多分一回は呼ばれるはずやってんけどな、今日は思うてんだな。わざとあれかあれかな、イベント終わってからにしてくれたんだな。その予定を終わってからになると思います。はい、すいません、皆さんたくさんアイテムありがとうございます。ごめんなさい、お疲れ様です。お疲れ様です、ありがとうございました、ありがとうございます。
きます。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、ありがとうございます。